パームビーチ国際空港は、フロリダ州、パームビーチ郡、ウェストパームビーチ西部にある公共の空港である。この空港は、ウェストパームビーチ、ボカラトン、パームビーチ、およびこの周辺地域の主要空港であり、マイアミ都市圏の主要産空港の一つでもある。空港は、パームビーチ郡の空港局が運営している。空港へは、週間高速道路95号線。 修道8十号線、コングレスアベニューが直接つながっており、西側にはミリタリートレールが面している。パームビーチ国際空港は1936年にモリソンフィールドとして運営され始めた。この名は飛行場の計画と組織化に貢献したグレース系モリソンを称えて名付けられたものである。最初のフライトは1936年、イースタイ航空のダグラス DC-2 による、 ニューヨークへのフライトだった。空港は1936年12月19日に開港した。滑走路と管理施設しか持たなかった空港は、1937年にパームビーチエアロが南側の土地を借り、格納庫と最初のターミナルを建設したことで拡大した。そのターミナルはイースタイ航空ターミナルと呼ばれるようになった。第二次世界大戦中は空港は、 アメリカ陸軍航空軍が使用した。真珠湾攻撃後、モリソンフィールドは軍の訓練に用いられ、後のフランス進行の際には、ノルマンディ上陸作戦に参加するために、イギリスへ向かう多くの航空機の中継基地として使われた。また、ブラジルと西アフリカを経由してインドへ向かう航空機の中継地点でもあった。1947年、 新しく作られたアメリカ空軍は、モリソンフィールドをパームビーチ軍に変換した。そして1948年、空港名はパームビーチ国際空港に変更された。1951年、空港は、米軍航空輸送部隊の指揮下で再度、アメリカ空軍が用いることになり、パームビーチ空軍基地と改名された。空軍の作戦には、敷地の北半分が使われ、 民間業務と航空会社のターミナルには南半分が使われた。マッツはこの基地を管理部隊の第1707航空団と第1740重輸送訓練部隊の訓練に用いた。第1707航空団はマッツの大学として知られ、重輸送機の飛行やサポートに関わる全人員を訓練する空軍の重要部隊となった。これには C-124 グローブマスター、C-118 リフトマスター、C-97 ストラトフレーター、C-54 スカイマスターのパイロットやメンテナンスの訓練があった。朝鮮戦争中には約2万3000人がここで訓練を受けた。航空気象部もパームビーチ空軍基地をハリケーン研究の本部として使っており、ハリケーンハンターと呼ばれた。 最初の WB-50 スーパーフォートレスを1956年に飛行させた。パームビーチ軍がウェストパームビーチへの空軍中流について何年も争った結果、空軍はここでの任務を縮小し始めた。第1707航空団は1959年6月30日に活動を終了し、オクラホマ州のティンカー空軍基地に移動した。航空団が去ったことにより、 パームビーチ軍は空港の運営を取り戻した。その後、パームビーチ空軍基地にはハリケーンや気象の研究を行う第9気象軍という小規模な部隊の駐留が継続され、これがこの基地の主要な活動となった。また空撮作図部はその第1370写真作図団をパームビーチ空軍基地に移した。これは即地調査のためのフライトを行う部隊だった。 最終的にパームビーチ空軍基地は1962年に閉鎖され、すべての施設はパームビーチ国際空港に譲渡された。定期便はデルタ航空が1959年に、キャピタル航空が1960年に運航し始めた。最初のターボプロップ機はイースタン航空のロッキード L-188 だった。また、 イースタン航空は1960年に DC-8 を用いてアイドルワイルド空港へのノンストップ便を始めた。1960年代初頭にジョン・カイ・ケネディが大統領だった頃、エアフォースワンが頻繁にパームビーチ国際空港に来ていた。その当時、地元の有権者は空港を移転させる案を拒否し、既存の設備を拡張させることを選んだ。 1966年10月、8カ所のゲートを持つメインターミナルが空港の北東部に開業した。そして1974年、デルタ航空はこの空港で初めてとなる搭乗橋を持つターミナルを使い始めた。またこの頃、連邦航空局は新しい管制塔を敷地南側に建設した。1970年代中頃までには、 ここの主要な航空会社は、デルタ航空、イースタン航空、ナショナル航空になっていた。イースタンは、当時の、この空港にワイドボディ機を就航させていた、唯一の会社であり、ニューヨークの JFK とニューワークへ、L、L-1011 を、毎日飛ばしていた。1979年には、ナショナル航空は、JFK、ラガーディア空港、マイアミ空港へ DC、DC-10 を、 毎日飛ばしていた。また、イースタンは L-1011 をアトランタ空港へ、デルタは L-1011 をタンパ空港へ飛ばしていた。1985年にはパームビーチニューヨーク間に毎日8機のワイドボディ機が飛んでいた。1988年、25機のゲートを持つデイビッド・マキャンベルターミナルが開業した。このターミナル名は、 第二次世界大戦当時の海軍のエースパイロット名に由来する。2003年、このターミナルはコンデナストトラベラー誌の読者投票で国内裁量に選ばれた。同年、サザンブルーバードの交通量を減らすために、週刊高速道路95号線のインターチェンジが新しく作り直され、ターンレージブルーバードへつなげられた。1990年代になると、 急速に拡張するフォートローダーデール空港との競争によって、この空港の成長は抑えられてしまった。また2001年の景気交代と9.11テロがさらに抑制したが、2002年以降の南フロリダの開発によって乗客数の急増がもたらされた。その後さらに、ジェットブルー航空やサウスウェスト航空のような低価格の航空会社がパームビーチへの就航を始めた。 2006年、パームビーチ群は7階建ての駐車場の機構と、コンコース C への3カ所のゲートの追加を皮切りに、暫定的な拡張計画を開始した。広範囲な拡張計画には、コンコース B へのゲート追加と、現ターミナルの東側に14カ所のゲートを持つ、新コンコース D を建設することが含まれる。 2016年の選挙でドナルド・トランプが大統領に選ばれたことによりエアフォースワンがまた頻繁に訪れるようになった。トランプが空港近くのマー・ア・ラゴを訪れている間、エアフォースワンはサザンブルーバードに近い空港南部に駐機していることが多い。2017年まで機体と見学者の間にはスクールバスの車列が一時的な盾として並べられていた。 パームビーチ軍は2017年中頃には、高級的な障壁を建設するとしていたが、11月時点では、まだ、スクールバスが用いられている。サザンブルーバード沿いの、第391爆撃隊という、レストラン跡地から見た、パームビーチ国際空港パームビーチ国際空港は、面積が約7.6平方キロメートルあり、滑走路を3本備えている。滑走路番号は、 FAA の現行方式に合うように2009年12月17日に変更された。それまでは9リットルから 27R、QR-27L、1331とされていた。2018年時点で各コンコースは以下の航空会社が利用している。高さ73メートルの新しい管制塔が敷地北側で運用されている。古い管制塔は 敷地南側に残っている。パームビーチ軍消防局の航空隊が滑走路間にあり、空港中心に位置する消防署には13機の消防機器がある。消防機器には以下のものがある。パームビーチ国際空港にある格納庫前でのトラウマホーク1トラウマホークの基地は空港南西角にあり、パームビーチ軍消防局が2機のシコルスキー S-76 を運用している。 消防局はトラウマホーク航空医療計画を実行するため、軍のヘルスケア部門と連携している。トラウマホーク計画は1990年11月に成立し、重症患者を病院に救急搬送する際に、軍保安局のヘリを使わずに済むようにするためのものだった。2機の救急ヘリは同じ機器を備え、それぞれ2人の患者と最大4人の医療スタッフが搭乗できる。 各ヘリコプターは、パイロット一人、看護師一人、パラメディック一人で運用している。看護師とパラメディックは、軍消防局に雇われており、パイロットは、軍のヘルスケア部門に雇われている。サウスウエスト航空、ボーイング737プビー、デルタ航空、マクドネルダ・クラス m d 9 0プビー・ゼットブルー航空エアバス A320、プビー、 アメリカン航空ウェアバスウェイ320、プビーユナイテッド航空ボーイング737、プビーパームビーチ国際空港の最寄り駅は、ウェストパームビーチ駅でアムトラック、都市間鉄道、トリレールが乗り入れている。パームトランの40番、44番が空港に乗り入れている。いずれもウェストパームビーチ駅でトリレールとアムトラック、グレーハウンドに接続している。 FAA はパームビーチ国際空港に新しい管制塔を建設するのに合わせて空港の周囲5から40マイルを担当する航空管制官全員をマイアミ国際空港に移転させる予定だった。周囲5マイル以下を担当する新入管制官と地上管制官はパームビーチに泊まる予定だった。FAA はこの移転はコスト削減に必要な措置だと主張したが、 反対者たちは、マイアミの施設がもしハリケーンやテロ攻撃で被害を受けたら、南フロリダの航空がリスクにさらされると主張した。全米航空管制関連名も、この一点に反対した。マイアミ国際空港の設備は、マイアミとフォートローダーデール空港の管制のために用いられている。ドナルド・トランプは2010年、滑走路の拡張を阻止する訴訟を起こした。 また、2015年、彼は、事故が保有する、まああらゴの上空を通過する、航空路に関する訴訟を始めた。ありがとうございます。